はいどうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、ドラゴンクエスト 11S 前回からの続きからやっていきましょう。さあどうしようかな。なんかね、時の流れに身を任せなさいっていう意味深な言葉をいただいて始まったんだけど、とりあえず地上に出てみますか。そうね、ちょっとあと武器とかもちょっと買っていきたいと思います。じゃあちょっと行きます。ちょっと待って。ああ、じゃあ武器買おうって思ったの。ほら、なんかバチバチにサメがさ、あの店番してんのよ。へえと思ったら返事がない。人間の言葉は通じないようだ。許せねえよな。俺ちょっと防具とか新調したいし、一回寝てえな。一回寝て。ここにベッドないんだ。うわー。なるほどね。海底神殿。海底神殿じゃない、海底王国。ちょっと人間には行きづらいぜ。じゃあ帰りますか。さあ戻ってきました。時の流れに身を任せなさいみたいなこと言ってたよね。どういうこと。世界を冒険して残りのオーブを手に入れよう。道に迷ったらムーレアの女王に話を聞こう。さっき話聞いたら、あれか。ああでもさ、なんか書いてあるじゃん、あのびっくりマークあるでしょ。あそこに行けってことかな。いいのそんなヒント出してくれて。でちょっとあそこに行ってみますか。どうやって行くんだあれ。おー、とりあえずあそこ行くか。なんだろう、なんかアーチみたいなのかかってんだ。なんだろう、まあ、ちょっとあっち行ってみますね。さあ来ました、ここですね。ここに着いたんだけど、なんかあるな。なにこれ、どうすんの。マーメイドハーブを奏でますか。ここからもなんかいけんの。ああ。あ、なるほどね。今まで行けなかった場所に行けるようになったってことね。なるほど、これで閉ざされた海、発光の渦潮かな、メダチャット地方におりますか。なんだこれ、面白そうな場所着きましたね。いいね、来たね。ちょっとみんなの話聞いていいですか。おお、海の方、そこからここメダチャット地方に出るとは。あ、何知ってんのお前。姫と一緒に世界中を巡ってきたが、この地を訪れるのはいつ以来かの。これも何かの導きかもしれんな。へえ。どうしたの。この16年間私とロー様は身分を隠し世界各地を旅してきたの。そうみたいね。この地域にも以前来た記憶があるわ。確か橋を渡って南側には有名な遺跡のある村があったつよ。そこにオーブありそうじゃない。すごい。すごいわ。マーメイドハーブを使って海に潜ることで海の下でつながっている別の場所にも行けるのね。ね、他にも行ける場所がありそうね。カタクリじゃん、私の船シルビア号で世界中を巡ってみましょう。ね、ね、カタクリ号聞いてよ。さっき学生服着た女の子がどこかに歩いていくのを見かけたわ。学生服という概念が存在しているのこの世界に。近くに学校があるのかしら。気分転換に寄ってみるのも楽しそうね。あ、まあね、ドラクエ9にも10にもね、学園があるからね。そういえば11にもあるが、この地域は北側と南側で植物や地形の様子がだいぶ異なるようですね。さて片栗子様、どちらに向かいましょう。どっちに行こうかな。お前と出会う前、いろんなところを旅してきたが、各地で盗みを働いてきたが、あんま公言しない方がいいよ、それ嫌われちゃうから。この辺りには俺も初めて来るな。村なり町なり人がいる場所で情報集めてみようぜ。 OK。 さあじゃあ行きますか。ちょっとうまさあ来ました、メダル女学園。ここでしょ。なんかムービーか、なんだ、なんかあんのかね。メダル女学院って何っていうか、小さなメダルの何のムービーも入らないし、小さなメダルを集めてる何かかな。なんだろう、あ、なんだろうすげえなんだろうっつったね今。青空教室。何、
ドラキーが教えてんのあれ、何、どういうこと、それともなんか乱入してきたのあいつが。あら、ホイミスライム。うわ、てか魔物たちもいるね。あいつらも教えをこうてんのかな。おお、階段を使え。さん、はい。あ、さすがに歌はないんだ。あれだね、あのちょっとジャスラックの関係で歌がないんだけど。おお、小さなレディは夢見るレディ、大きな世界が私を待ってる、ルルルルって歩こう、ザワールド。なんだこれ、王立メダル女学院、王立なんだね。王様が建てたってことかね。そんなないだろう。よいしょっと。おお、はい、100点。すごいな。はい、皆さんよくできましたな。今日も一日素敵なレディを目指して頑張るのですな。気をつけ。いや、もう懐かしい気をつけが。ごきげんよう。何のために気をつけしたんだよ。はい、ごきげんよう。魔物たちも全員女の子なんだこれ。おお、よや、お客さんとは珍しい。何かご用ですかな。やっべ、用もねえのに学院入っていけないという世の中の常識を忘れてたよ。むむむ、旅の方、非常に誠に驚くべきことだ。わかります、私にはわかりません。あ、僕勇者とかじゃないっすよ、全然。素晴らしい。何が。あなたはとんでもない才能を秘めておりますな。え、何の。女学院だから入れないよ俺。話せば長くなります。こんなところで立ち話は何ですな。校長室にいらしてくださいな。あー、分かったよ。なんかブツブツ言ってんな。いいの俺入って。ごめんね。ちょっと待って。ようこそ旅の方。ここは王立メダル女学院。魔の使い方、あれなんだ。てかお前男じゃん。何、先生か。この学び屋に集うのは素敵なレディを目指す少女たち。人はこの学校をメダ女と呼ぶぞ。ダッセ。クソダセじゃん。このメダ女、メダ女。やだな、ダセーな。それもピキー、あちき悪い。あちきっていう人いたんだ。まだ悪いスライムじゃないわ。この体操はね、小さなメダルを美しく優雅に拾うための体操なの。優雅にって言ってる割にはやってることしょうもねえな。そう、 あれだよ、届けなきゃいけないんだよお前、落とし物は。あちき、このアレンジの効いた動き、プルッとした体にぴったりでとっても美しく優雅でしょう。ちょっとわからんな、君なんか疲労とかいう概念が存在するのか、君に。そもそもそれが気になるね。へえ、素敵なレディって一体何なのかちょっとも分かんないわ。確かにな、お姉さま方の言う通り、毎日この体操してれば本当に素敵なレディになれるのかな。多分無理、多分無理だね。ちょっと申し訳ないけどね、ごめんね。はいはい、じゃあちょっとこいつら無視していこう。校長室どこですか。まったく、校長先生も物好きざます。こんなごくごく普通の少年に学園内をうろつかせるなんて。確かにな、ちょっとね、マジで自分でもね、いいのって感じだったね。メダル女学院は世界一の名門 女子校、はい、未来の素敵なレディに関わる紳士はそれなりの品格が必要なんざます。校長先生が認めても、生徒指導たる私はあなたを認めたわけではないざますよ。くれぐれも生活態度には注意するざます。了解です。入ってきますか。どこだろうね、校長室。
いいね、なんかこういうね、いろんな人たちにあなんかがいるのはね、結構面白いかもしれない。校長室地下こんな校長室ねえだろ入ってここ校長室のことあるないよね。なんかもうちょっと奥の方にあるのかと思った。すごいな、お前校長先生楽してんな。結構なんか趣味のツボとかあるね。いいねいいな。じゃあお話を伺いましょう。よくぞ参られましたな、旅の方。私の名前はメダル校長メダル校長。そしてここは王立メダル女学園。ああ。素敵なレディーを目指す乙女の学校ですな。そうか。我が校では授業の一環として世界中のありとあらゆる場所に散らばる小さなメダルを集めております。なるほど。メダルを集めることで世界を知り、素敵なレディーに必要不可欠な優れた知性と教養を身につけるのですな。お、あなたをお招きしたのは他でもない、私はあなたの澄んだ瞳に見たのです。青空のように広がるメダル集めの才能。何その才能いる。しかし非常に誠に辛いことに、ここは女子限定の学校ですからな、入学を許可するわけにはいきませんぬ。まあそうだよね。だがしかし、あなたほどの才能を枯らしてしまうのは非常に誠にとっても惜しい。そこで今こそメダル校長の権力を行使し、類いまれなる才能を持つあなたを我が校の客員生徒として認めましょうぞいいのそれ。さあそれでは、晴れて我が校の客員生徒となった、客員生徒ってなんだろうな、と証にメダルスタンプ帳をお受け取りください。生徒帳じゃないんだ。ややさすが私が見込んだ男、もうソルティゴの町のメダル出張所でメダルスタンプ帳をもらって、あれそうだっけそうだっけ俺ちょっと覚えてない、やべ記憶がない、録画もしてないかもしれない。それそのスタンプ帳は我が校の客員生徒となるにふさわしい人物かどうか見極めるため、冒険者の皆様に配布してる品です。してな、あなたは私が認めた文句なしの客員生徒、スタンプ帳にかかっているページ制限はあなたにはもう必要ありませんな。あー今後小さなメダルを私のところに持ってきたらその枚数分だけスタンプを押して差し上げます。スタンプおじさんか。スタンプをたくさん集めると非常に誠に良いことがありますぞ。さあ楽しいメダル集めの始まりですが、小さなメダルをたくさん集めて私のところへ持ってきてください。ちなみに何個で何がもらえるとかは分かる。あ、思ったより楽しそうなスタンプじゃん。3個になりました。5個になった後、時守りのカードを差し上げます。守りのカードって多分アクセサリーだよな。なんか楽しそうな場所。オッケーオッケー了解。絶対さ、この辺にあるだろ、小さなメダル。ちょっとよこせよ。なんかないの、どこか。ないわないわ、さすがにないか。こんな、ああるじゃん、おじいちゃん。ほらほら、よしよし、あと2個だな。じゃあと2個探して、ちょっと守りのカードだけちょっと探すか。絶対この学院になるべ。この学院の小さなメダルをちょっとこの学院回るとともにね。でここのさ、学院にストーリーとかあんのかな。ダッシュ、わー、噂の本人ご登場。メダ女史上初めての客員生徒、それも男の子。わーすっごい、あーなんか迎え入れてくれてよかったよ。なんか嫌じゃない、なんかこいつはコネで入った男子生徒だぜみたいな感じなの、すごい嫌だし、なんか知れ渡ってんの今聞いてめちゃめちゃ嫌だったねこっそりね、
こっそりしてほしいね。あ、ちょっと周りの反応見るか。ちょっとお仲間さんの、そうそう、小さなメダルを集めて世界を知れば素敵なレディになれるだなんてロマンがあって素敵な学校じゃない。確かにな、楽しそう。今度から小さなメダルを拾ったらこの学校に持ってくることにしましょうね、片栗子ちゃん。小さなあれか、今までのメダル王みたいなのかな、ここは。だからそんなに大きいストーリーみたいなのないのか。片栗子はガールハントせんガールハントとか言うなよ、押せんのか。わしがお前ぐらいの年だったら生徒さんみんなとお友達になるがよの、すごいな、さすが王様。王様がそんなことしていいのかっていうところはね、あるけどね。私がこの学校の生徒さんぐらいの頃には老様に教えてもらったばっかりの回し蹴りの手全然レディーじゃないね。初めて石の壁を蹴破った時はとても気分が良かったわ。あ、なるほどね。まあそういう精神もあると。うん、この学校の制服は素敵じゃない、さりげないおしゃれって感じがしてなかなか私好みだわ。おお、いいっすね。校舎の方からいい香りがしますね。この香り、今度はシチューでしょうか。なんだかお腹が空いてきました。なんかいつもお腹減ってね、お前。いや、びっくりするほど平和な場所だな。こういうところで勉強してるお嬢さんたちは俺とは住む世界が違うぜ。確かにな、俺がお尋ね者だと知ったら怖がって目も合わせてくれなそうだよな。そうだな、ちょっと悲しいな。ちょっとストーリーとかあんのかな、この。あ、いいなこれ。うわ、懐かしい感じ、すごい。海外もこういう文化あんのかな、気になる。うわー、いいな。なんか先生の感じもなんかいいな、先生って感じする。ちょっと見えない。いいことは、この学園で暮らす者の心得として、学園の東にある会長のゆう、何これ読めない、ゆうや、ゆうやじゃないよなこれ、ゆうたに、ゆうやでいいや。ゆうやにはゆむやみ当たると立ちってはいけません。あの谷の主は凶暴な極楽鳥、彼らはキラキラ光るものが大好きで、光るものを巣に持ち帰る習性があります。あなた方のそのキラキラとした瞳は宝石のように輝いていますから、あの谷に近寄れば命の保証はできませんわ。詳しいことは学校の図書館にある会長の宝玉という本に書かれています。最低3回を読んで理解を深めておきましょう。最低3回を読むのがオッケー、なんかそれが大事な気がする。ちょっと待って、俺あんまり人の話をね聞くあれじゃないタイプじゃないんだけど、こいつだけは話聞いていいか、ちょっと気になるよね。今まで嗅いだことないかぐわしい香りが漂っている。ご機嫌を、私はコルト、あまり自覚がないのだけれど、私とてもいい匂いがするでしょう。恥ずかしながら語学院の皆さんには世界で一番いい香りの腐った死体と呼ばれていますよ。あー、いいね、なんかそういうのがいてもいいな。隣の子は本当にスピー、むにゃむにゃ寝るな。あー、なんだろ、隣の子の反応聞きたかったんだけどね、香りについてを。さあ、図書室が何階になるっつってた。あ、図書室こっちか。オッケーオッケー。図書室に行って会長の本、赤い本があるのが読めるんだよね、これかな、レシピブックか。あ、ちょっと待って。じゃあ、こういうレシピブックはいいんだよ。メダル王物語という電気絵本だ。メダル王は王様になるずっと前から大好きな小さなメダルを集めるため、わがまま放題、やりたい放題生きてました。なんで。すごいな。けれど、生まれたばかりの姫様をその腕に抱いたとき、愛おしい我が娘をどうにか幸せにしたいと思ったのです。メダル王は3日3晩考えました。姫様が美しく賢く小さなメダルを愛する素敵なレディになるにはどうしたらよいか。そして4日目の朝、日課の小さなメダルを拾う体操をしている時に王様ついにひらめいたのです。そうだぞ、学校を作ろう。素敵なレディを目指すために少女たちが集う小さなメダルの学校。あー、それが今も引き継がれてる感じかな。なるほど、なんかでもイカれた発想してるよね。やばい、もう小さなメダル集めすぎてさ、もうバカになっちゃってんの完全に。メダ城七不思議、あー、こういうのもなんか探せんのかな、もしかして。メダ城七不思議、そんなな。窓際のローズさん、不良の事故で命を落としたメダ城の生徒、現世に強い未練を残して死んだ人間は自爆霊と呼ばれる幽霊になり、亡くなった場所から離れられなくなるという。
ローズさんは夜の自習室に現れ、そこから動くことはない。ただじっと窓の外を見つめているのだ。永遠に卒業することのできない彼女は、窓の外に広がる遥かな世界に何を夢…ああ、これ会えるんじゃない？これ会ってみようよ。これ夜行けばさ、今バリバリで昼は。ちょっと 夜の自習室ね、ちょっと覚えていこう。七不思議っていうから他にも七つあるのかな。大吉と書いてあった。片栗粉は少し嬉しかった。大吉ってレアなの？俺これ調べていいか。大吉ってレアなのかな。大吉なかなか出ないのかな。私はチコ、スライムつむり。スライムつむりはおつむが賢いの。だから謎々が大好き。とっておきの謎々を考えてるから、思いついたら声をかけるね。私と謎々と勝負しよう。へえ。なんかこういうさ、いいね、このメダ状。なんか多分そのサブクエの集まりみたいな感じなんだろうね。サブクエっていうか、そのストーリーとはあまり関係ないけどみたいな、そういうことだよね多分。これでがっつりストーリーに絡んできたらどうしよう。魔物の背中を弁、魔物の背中で弁当ってこと？何、どういうこと？その背中を剥ぎ取って食うみたいなこと？なんかすごい えぐくねえかそれ。スカルライダーの背に乗ってる間に空腹を忘れる人なんていると思う？そんな人なんて一人もいやしないわ。なんだその入り。だから私は魔物の背に乗って旅をする間、カバンの中にお弁当を入れるのを欠かさない。角砂糖3つとたっぷりミルクを入れた熱々のコーヒーを1ポット、それからサンドイッチを2切れほど。これは完璧なお弁当。魔物の背中でこれを広げてるとき、世界が私に優しくしてくれるんだ。ああ、なんかいい表現だね。世界が私に優しくしてくれるんだって。いいね。見習いたいね、その姿勢ね。なんとレシピブックは、レシピブックはいいです。全然。よしよし。他はこれかな。昨年度のメダジョの生徒名簿のようだ。そんな見ていいのかお前。個性豊かな生徒の名前が並び、最後のページには近日中に新名簿と差し替え予定と書かれている。はあ、はあははあ。私はこの学校で一番の読書家や、その年でか。偉いね。図書室にある本だったら全部読んだことがあるんだから、すごくねえかそれ。すごいな。最近のおすすめは海中の宝玉飛んだの。メダル女学園の東にある谷に進学、極楽鳥たちの習性が書かれているのよ。あー、これか。おそらくこれだよな。海鳥の報告、鳥類学者、ベルタね、ベルタ鳥、メダチャット地方の東の外れにある人の訪れを拒み続ける二島の谷がある。それが海鳥の、なにこれ、ちょっと、恐るべき、巨大な鳥型の魔物、極楽鳥の知られざる住処である。彼らは他の鳥類と同じようにキラキラと光るものを好み、時には窃盗とも言える手口で巣に集める。近日報告された最も大きな被害は、秘宝シルバーオーブがとある大富豪の邸宅から一夜のうちに盗まれた事例だろう。来た来た来た。極楽鳥に盗まれたシルバーオーブはきっと会長のように今もある。勇気ある者はその目で真実を見届けてほしい。来たぞ、おい、お前ら来たぞ、おい。シルバーオーブあるってよ。ちょっとシルバーオーブの話しないんかい、おい。おいおいおい、やったな。当面の目標決まったんじゃない？当面の目標は、2つあります。2つね、2つって何っていうのはね、あの自爆霊に会うことね。1個はシルバーオーブと自爆霊。 OK、 これが一番大事よ。さあね、今日はねストーリー自体はそんなに進んでないけどね、あのなんかサブクエみたいなのでね、たくさん話したんで、たまにはこういう回もあってもいいかなってことでね、今日これぐらいにしておきたいと思います。次回はね、自爆霊探しか、シルバーオーブどちらかやっていきたいと思いますので、よかったらそちらの方もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。